4つの商品作品119は、ヨハネス・ブラームスが1893年に作曲したピアノ独奏のための性格的商品集。ブラームスが作曲した最後のピアノ独奏作品であり、また生前に出版された最後の曲集となったも、出版されている。ブラームス最晩年のピアノ曲は、1892年から1893年に、 かけて四つの曲集として出版された。すなわち、幻想曲集作品 116, 三つの感想曲、作品 117, 商品作品 118, そして四つの商品作品119である。これら四つの曲集に収められた曲は、それぞれ気想曲、感想曲、バラード、ロマンス、教師曲と名付けられている。作品119は、 1> 第1曲感想曲ロ短調、第2曲感想曲保短調、第3曲感想曲波長長、第4曲ラプソディ変保長長の4曲から構成される。ただしブラームスがラプソディロ短調、作品79から1を当初はカプリッチョと呼ぶつもりであったことからすると、ブラームスの用語法はかなり緩いものだった可能性が高い。一方、 ブラームスが感想曲と呼んでいる場合は、カプリッチョ的でも情熱的でもないような穏やかな曲奏の作品に包括的に使われていると見て差し支えない。なお、確かにブラームスはこれらの商品に私的な曲名を付けていないが、だからといってブラームスが同時代のロマン派音楽の一つの特徴といえる兄弟音楽的な発想を持っていなかったというわけではない。例えば、 エドワード・バラード作品10から1は、スコットランドのバラットに着想されており、旋律の中に、バラットの陰律、特に、エドワード、エドワードよという部分が織り込まれていることが聞き取れる。ブラームスが、曲集に編んだこれら20の性格的商品には、以前に作曲された楽曲が含まれている、可能性もあり、確証があるわけではないが、例えばこの曲集の4曲目などのように、 1892年以前に構想されていたものも含んでいるかもしれない。なお、年代の早いピアノ序上的小曲の曲集が2集存在している。8つのピアノ曲作品76と2つのラップソディ作品79話であり、これらは1871年から1879年にかけて作曲され、それぞれ1879年と1880年に 出版されている。漠然とした感想曲という題ではあるが、曲自体は私的な雰囲気を帯びている。1893年5月付、クララ・シューマン宛の書簡の中でブラームスは次のように語っている。あなたがきっと喜んでくださると思い、あなたのためにピアノの商品を書こうとしていました。不協和音で渦巻いている曲です。この商品はとても憂鬱で、 極めてゆっくり演奏することというのは、決して控えめな表現ではありません。すべての小説、すべての音符がリタルダンドのように聞こえ、すべての音から憂鬱が吸い込まれるかのように、そして不協和音から感動的な喜びが起こるかのように聞こえなければなりません。憂鬱や感動的な喜びといった表現は、さまようような冒頭部の和音が醸し出す。 シェーンベルク的な大敗的雰囲気をよく表している。事実、最初の3小節には明確な調整が見られない。例えば、最初の和音は保単調の3和音に、露単調の7の和音を重ねたものと解釈しうる。第1小節から第16小節までの A 部分は、主音が完全に回避されており、第55小節から第67小節のコーダになってようやく、 深い諦めの雰囲気を持って、露単調の終始が現れる。切内常年の表現は、即興的なゆりやかさではなく、綿密に計算された音配置によって実現されている。多性的なテクスチャーのために、セーブごとに細かくアーティキュレーションが指示され、演奏者には多くの配慮が要求されている。曲の中間部では、より温かい響きを持つ。 二丁調がより共和的な和音を伴って現れ、多性的なテクスチュアも薄れ、ゆったりとしたワルツのリズムになる。上昇には冒頭部の動機が現れている。この曲の中でブラームスはアーティキュレーションや西部のラインの微妙な変化によって雰囲気を自在に操っている。例えば中間部の始めにあたる第17から20小節が楽しく軽快なリズムを、 持つのに対して、これの繰り返しに相当する第31から34小説では、中西部に直前のフレーズを想起させる半音階的な声部を足すことで1回目の楽しげな雰囲気が崩されており、39小説のクライマックスに置かれた内在的なエクスタシーを予感させている。左手のワルツのリズムもレガートが取り払われることで、一度目よりも落ち着かない。 雰囲気を作り出している。いくらか、大敗的にシンコペーションする上昇だけが1回目のアーティキュレーションを保っているのである。この補単調の感想曲は、単一テーマ形式といっても良いほど一つのテーマが繰り返される構成となっているが、このテーマは登場の度に、同じテーマとは思えないほど異なる風に現れている。また、ブラームスの好んだ微妙なリズム変化が多用される。 例えばこの曲の冒頭では4分の3拍子が第2小節のスフォルサンドとそしてヌートによって崩され続く第3小節で修正がほのめかされるが第4小節で再び第3拍に主題の繰り返しが現れて拍子はさらに揺さぶられる第5小節の弱いロ単調の6の和音はもはや脅迫と感知できなくなるそして続く編に 音のシンコペーションを持った連打は完全に本来の三拍子の感覚を崩してしまう。このようなリズム変化によって不安感や動揺、何かを求める雰囲気が醸し出されている。波長長の感想曲の精神差は中西部に旋律が提示されているために弱められ、より丸く柔らかな色調を与えられている。ここでもリズム操作によって優雅な遊び心がほの見える。 例えば第1拍と第4拍の2分割や、第1小節目の訂正の強い波音が疑いなく、脅迫であるかのように感じさせた直後に、これを裏切って、右手の旋律が4つ目の8分音符に脅迫があるかのように感じさせている。主題のフレーズは12小節の長さを持ち、6つずつに分割できる。最初の六小節は、二つの三小節の塊として聞こえるが、 次の6小節は、むしろ3つの2小節の塊として聞こえる。すなわち、2つ目の6小節は大きなヘミオラとして、機能していると捉えうる。中間部は、リズム遊びから離れ、2つの8小節フレーズが、エネルギッシュに12小節フレーズを、正そうとする。第41小節に、滑らかなレガートを伴って冒頭部が再び、現れるが、織り込まれたヘミオラが、 焦燥感を与え、二小節間の終わりに、突然に、アルペジオが爆発するために、主題はほとんど、繰り返しとしては聞こえなくなってしまう。変歩調調で始まり、変歩単調で終わるラプソディ。戦術したように着想はもっと早い時期に、行われていたらしく、分厚い和音など、曲集の中で印象がかなり異なる。リズムには、他の曲と同様に技巧が凝らされる。 冒頭から60小節間は5小節フレーズが維持される。アクセントの振り方などから、この5小節フレーズは、4分の2秒子5回というよりも、4分の2秒子2回と4分の3秒子2回の組み合わせとして書かれていると解釈できる。すなわち、第3小節目までは、アクセントの振られた4分音符1つ、アクセントなしの8分音符2つの組み合わせだが、 第四小節目の一拍目には、アクセントなしの八部音符二つが置かれ、強迫は二拍目のアクセント付きの四部音符にシフトするのである。第93小節から始まる、第二主題は、優雅な雰囲気をた,たえた八小節フレーズで、細かくは三小節、二小節、三小節に分割することができ、リュート的なアルペジオを伴って、じらすような効果を与えている。カトリーン・アイク、 プレファス4クラベルシュトッケオーパス119 hn1250 作曲歌別名曲解説ライブラリーブラームス音楽の友も者1993年 p358 イモゼン・フェリンガープレファス4ブラームスクラベルシュトッケオーパス119 p3 ありがとうございます